新しい記事がニュースポースト7から上がっています。なんと初の海外公務へと、愛子さま来年のブラジル訪問計画が水面下で進行中と。いよいよ来ましたね。2025年は日本とブラジルの国交樹立130周年の記念の年。日本とブラジルの国交樹立130周年ですから、どなたかの皇族が行かれるのは容易に想像可能と思うんですけども、年宮殿下ではないかと言われてるんです。一部抜粋しましょう。皇室にとってブラジルは最重要な訪問先の一つとあるわけです。国民的イベントへのご出席も被災地訪問も皇族にとって重要なお務めであると。着実にご経験を積まれる年宮殿下にはすでに次のステップが検討されていると。年宮殿下がブラジル行かれたら大フィーバーでしょうね。世界中で大フィーバーが起こるのは目に見えてますよね。楽しみですよね。年宮殿下の初の海外公務として、来年のブラジル訪問が水面下で進められているんですと。地球の裏側、ブラジルとの時差は12時間、飛行機で30時間かかると。かなりかかりますね。だがその物理的な距離の反面、両国の縁は深いと。そうですよね。歴史もありますし、多くの日系人の方々がブラジルに住んで抵抗されていますし、だいぶ関係値は深いかなって思います。そんな中、年宮殿下が来られることは日系人の方にとっても誇り高き事象なんじゃないのかなと感じますね。明治に始まった移民政策によって多くの日本人がブラジルに移住と。現地で暮らす日系人は約270万人。こんないるんですね。そうした背景があって、皇室にとってブラジルは最重要の訪問先の一つだと。270万人もいらっしゃるわけですよ。すごい数ですよね。陛下は1982年初の外国公式訪問でブラジルに行かれましたと。サンパウロ市内で開かれた歓迎式典では、1500人の日系人から歓待を受けたほか、約2週間の滞在中、リオデナネイロという観光名所を巡ったり、同世代の学生たちと懇談されましたと。ブラジルで日系人が1500人も集まられるのはすごいことですよ。森宮様が公式訪問で初めて訪れた国もブラジルだったと。1995年、日本とブラジルの修好100周年記念式典への出席のため約10日間滞在したと。天皇家の前例に続く形で、年宮殿下もブラジルが第一候補となってるでしょうと。来年は日本とブラジルの国交樹立130周年にあたると。それを前に今年5月、岸田文雄首相がブラジルを訪問し、前首相ですね、1925年を友好交流年にすることでルラ大統領と一致。ルラ氏は来年3月に訪日する予定であると。大統領も来られてるわけです。これは歴史的になるんだろうと思いますし、それを一番盛り上げていただけるのは年宮殿下じゃないのかな。で、皇族の方は第一公務というか、初の海外公務はブラジルが多いじゃないですか。年齢から考えても年宮殿下が選ばれる可能性は高いと思うんです。年宮殿下のブラジル訪問は両国が親交をさらに深める過程で実現すると。友好ムードの中で年宮殿下がブラジルを訪問なされて、立派に務めを果たされれば、現地の日系人コミュニティの盛り上がりももちろん、日本でも大きく報じられるでしょうと。年宮殿下の存在感がより増すことになりますと。まさにそうだと思います。明治時代に始まった移民政策から270万人の日系人が暮らされてる。この日系人の方々は長い年月をかけて現地に根付かれて、日系人社会を築かれてきたじゃないですか。これこそ日本とブラジルの友好関係の象徴だと思うんですよ。そういった中で年宮殿下の訪問というものは、彼らの努力と成功を称えられることになるでしょうし、日系人にとっては大きな機会になるんじゃないのかなと。自分たちのルーツに関して誇りを持つ大きな機会になるって感じるわけですね。年宮殿下素晴らしすぎますし、存在感もあられるです。日系人の方は特別な意義を感じるんじゃないのかな。そして次世代の天皇陛下として一番注目を集められているのは年宮殿下だと思うんですよね。そんな年宮殿下が行かれると、両国の絆を、年宮殿下が来られるんですかと、ようこそおいでくださいましたってなると思いますし、ブラジルにとっても大変嬉しいことだと思うんです。
日系人にとっても大きな誇りになるでしょうし、祖国とのつながりを強く実感する瞬間になるんじゃないのかと、日系人の方たちからすればね。日本人からしても日系人の方と利宮殿下が箸をつないでくださる、そして日系人の方々の凄さを体感できるんですよね。こんな誇らしいことはないですよ。同じ日本にルーツを持つ者として、ここまで成功されてるんですねと、立派ですね、それも嬉しいことだと思いますよ。ですから日系人コミュニティの方たちも利宮殿下の訪問を心待ちにされてるんじゃないかなって思うんです。実際に日系人コミュニティの方も楽しみにしている、そんな記事を見かけましたから、そうなんじゃないのかな。そして彼らにも利宮殿下の素晴らしさに触れることによって、こんな我々の祖国ルーツを持たれてるんですから素晴らしかったんだなと思っていただけるんじゃないのかな。これこそ両国の貴重な有効な象徴になるんじゃないのかなと、まさに利宮殿下が日本とブラジルの架け橋となってくださるような気がしますね。だから意義深いことだと思いました。そんな中で、あの人が邪魔をしたかと、来た来た秋宮ですよ、秋宮ご夫妻ですね、海外日系人大会の交流会にご臨席と、ここにはブラジルの方も出てる、雲行きが怪しいですね。秋宮ご夫妻は15日東京都千代田区のホールを訪れられて、第64回海外日系人大会の参加者歓迎交流会に臨席されましたと。JICA 関係と秋宮さんは仲がよろしいですから、 JICA といえば日系人ですし、そういう集いなんでしょうね。頻繁に参加されてますよね、この大会に。秋宮さんは同大会は世界各地の日系人が集い、日系社会の課題や方向性を考えるために昭和32年から開催されていると。ご夫妻はこれまでもたびたび大会の行事に臨席されていると。秋宮といえばよくあるスキームとしましては、 ODA と JICA と秋宮の三段構えなんですよね、このトライアングルですよ。それで私は海外公募を作り出してるのかなとか思ったりするわけですね。ベトナムにおいても秋宮が行く直前くらいにすごい ODA が降り注いだわけでした。600何億ですかね。あまりにもタイミング良すぎるでしょう。で、JV、ジョイントベンチャー組むんですよね。海外の JV ですね。現地の企業と、こっちの日本国内の企業が手組んで、ジョイントベンチャー作って、その会社が、例えばその ODA の低金利で貸し出すと。そういう、融資もありますから、ものすごく低金利ですね。信じられないくらい上げたぐらいね、実際ミャンマーには踏み倒されてますから、上げたんじゃないかっていうぐらい、ありえない低金利で貸し出すわけです。そのお金降ってきました。ものすごい降ってきました。で、その ODA の使い道として、橋もあるんですよね。橋かけたり。そのジョイントベンチャーがやってるんですよ。どこと手組んでると思います？清水建設なんですよ。あらあら、清水建設、秋宮さんみたいな話になってくる。秋宮家の邸宅の工事、いろいろ担当されてるの清水建設ですから、怪しいなって思いますし、コメント欄見たら、キックバックとかよく言われるんですよね。こういうスキームなんだろうなって思うんです。そしたら、ジョイントベンチャー組んだら、日本企業潤いますし、ジョイントベンチャー儲かるわけで、清水建設儲かってるじゃないですか。ODA は利権の総崩れな気がしますね。すごい大金が降り注いできますから、その大金にはバーって群がるわけでしょ。そういうものを誘致しているような気もしますし、まあなぜか秋宮家に近い清水建設、怪しいなって感じます。そして ODA なんてねじ込まれたら断れないですよね。JICA とも関係を持ってますし、ODA の実施部隊って JICA なんですよね。そもそもね。で、JICA の仲いいですよ。発展途上国言ってるじゃないですか、秋宮家って。こういうスキームがあるからなんだと思うんですけどね。JICA の初代総裁は尾形貞子さんですからね。尾形貞子さんの仲いいのは美手子さんなんですよ。全員全部繋がってるというか、これは僕の妄想に過ぎないですけど、そんな風に思うんですよね。関係性を見てみれば。今年は同意面での交流に加え、オンラインも活用と。交流会には、ブラジルや米国、ペルーなど約20カ国の日系人らが参加したと。ご夫妻は関係者による乾杯の挨拶の後、参加者と懇談された。ここで、秋宮がすごい KY な発言をしてるわけです。びっくりしましたね。秋宮さんは、ブラジルの日系2世らに、また行きたいですねと、にこやかに。どこに行きたいんですか？ブラジルですよ。今、利宮殿下がブラジル訪問、
期待されて盛り上がってるじゃないですか。なんでこのタイミングで言うんですか。横取りしたいのかと思うんですよ。このタイミングとしてはふさわしくないでしょう。そんなことわからないんですかね。意図的に言ってないですかこれ。秋嫁御蔵は15日、東京都千代田区のホールで第64回海外日系人大会の参加者歓迎交流会に出席されたと。世界各地の日系人が、日系人はいっぱいいるんですよ。しかもこれを記事にするのもやらしいなと。毎年日本に集まって親睦を深める会合で、約20カ国地域から約170人が参加と。2015年にご夫妻でブラジルを訪問した秋篠宮さんは、同国の日系2世らに、また行きたいですねとにこやかに話されていたと。驚愕の発言をされたんですよ。いやいや、そんな場合じゃないでしょう。コメント欄にもあるんですよ。としのみや殿下の初海外訪問に、ブラジルが候補に上がる中、なぜわざわざこんな発言するんでしょうかと言われちゃってるんですよ。それより予算も目的も明らかにせず、また邸宅の改修が入るようですけど、いい加減国民が求めている質問に答えてくださいと。そうですよ。透明性のある説明責任を求められてるじゃないですか。それに関して説明責任を果たさないんであれば、ずっと言われ続けますよと思いますけどね。批判系 SNS を一斉に閉鎖させながら、平然とみんなの中で笑ってる姿が恐ろしいです。そう言われてる人もいるんです。で、あとはですね、ブラジルは豊宮殿下がいらっしゃる予定ですので、と。あとはこういう懐かしい話もしている方がいらっしゃってね、2015年のブラジル訪問といえば、 NHK が大々的に三宅夫妻で訪問と報道したけど、現地大使館が大使館では承知していないことと、閣議決定をもって正式発表となるため、どうしてこんな報道が出たのかと困惑気味と。そうだから、 NHK がやっぱ組んでるんでしょうね。決まってもないのに招待されましたって言うんでしょ。またね、絶対招待されてないじゃないですか。なるほどなってわけですよ。 NHK と手組んでんのかと。だからそのスキームはあるかもしれないですね。既成事実にしてしまう、よく秋篠宮がやる手段ですよね。観測気球インパクトを弱めるための狙い、小分けに出す、で既成事実にしてしまう、よくあることですよね。で、日本から連絡もなく詳細も未定とし、訪問自体がまだ調整中としていると書かれてますよね。なぜこんなことが起こるんだろうと。これ貴重なコメントですね。ご参考になります。調整前の発表は今でもあるような気がしますけど、とか言われてるわけですよ。と、塩宮殿下が行かれるですから、塩宮家は控えていただきたいもんだなと思いましたね。横取りしちゃいのかと思いました。以上です。それでは皆様ご一緒に、しかしお疲れ様でした。ありがとうございました。じゃあね、バイバイ、さよなら。